キチャンネル。ちょっ。さあ、佐々木チャンネル、総チェックでございます。もう今週一週間で、オールスターブレイクということでね。残り試合、セリーグは混戦。パリーグもちょっとずつ詰まってきた。ホークス、ちょっと減速。ね。どうなっていいのか、プロ野球、佐々木智也が総チェックで皆さんに解説してお伝えしていきたいと思います。まずは、パリーグ。セーブとオリックス。3対0で、西武の勝ちというところで、西武先発菅井。7回99、3安打7三振、無四球無失点。クピチ。これ、俺、菅井の方も見るたびに、見るために、思うんだけど、まあ、前回もね、リリーフで、登板しながら、まあ、そこでね、まあ、失点もあったりしながら、しっかり成長をね、してきてるなっていうところで、現在、今年で、21歳。育成ドラフト3位で3年目、山本学園高校から入団してっていうね。で、まあ、菅井のね、ホームを見るたびのものが、このね、昔、ロッキーズとかにもいた、ブライアン・フェンテスに、ホーム、いつも見るたび似てんなって思うね。多分2006年の WBC とか、日米野球でいたような気がするんだけども、気のせいかな？似てないかな？西武ファンの皆さんどうですか？このブライアン・フェンテス。守護神だったんだけどね、メジャーで。似てるんちゃうかって、俺は思いますけども、ね、素晴らしい、ピッチング。ね。で、その後、某高橋、そしてアブレイユがね、リリーフで繋いで、完封勝利。オリックス先発エピソード。6回100球、6安打6三振、3四球1失点っていうところで、まあ、これはゲーム作ってるからね、もう3安打じゃ、オリックスも勝てないよね。で、6回ね、西武、0対0からね、均衡破る1点っていうところで、先頭3番西川がツーベース。で、山村がしっかりセカンドゴロ、進塁打を打って、野村が犠牲フライで1点先制。そして8回に、先頭山村内安打。で、野村大樹がね、バンド失敗。バッと、こういったところバンドしっかりしなきゃ。しかし、ワンアウト1塁からね、栗山が、左中間抜けるね、ツーベースで、2点目を取って、で、その後ね、もう2軍でね、調子良かった昼間も1軍上がってきて、昼間デッドボール、ね。で、その先ショートゴロでアウトになるけども、2アウト1、3塁から、銀次郎がね、センターへタイムリーヒットを打って3点目、ダメ押し、ね、3対0で、西武としては完勝。オリックスは、1回、2回、3回、4回、まで、三者凡退。で、5回にようやくね、ワンアウトから、紅林がツーベース打つも、トーマス、頓宮が続けず、ね。で、6回も三者凡退。で、1点失点して、で、7回、ね、森、太田が連続ヒットでノーアウト1塁。で、西川が送りバントを決めて、こういったところね、もう4番西川でもね、どんどん毎月のように成績上がってきてるけど、送りバントを決めて、絶対この試合西武には負けられないっていうところで決めるけども、ワンアウト2、3塁から紅林センターフライ。これ浅すぎてタッチアップできず。そして、代打杉本が三振っていうね、ここすごい、本当に粘りのピッチング。ね。で、8回三者凡退で裏に2失点して、9回にも、三者凡退で、ゲームセットというところで、まあこのね、7回のこのビッグチャンスで1点取れなかったのがまあ痛かったね。でまあ菅井としてはね、ストレートスライダー、そしてチェンジアップっていうところをね、しっかり投げ切って、右も左もね、しっかり抑え切って、低めの送球も良かったしね、コーナーもしっかりついて投げれたっていうところでは、非常にね、次回、登板も、楽しみになってくるなっていうところと、まあ、オリックスはね、調子よく徐々に上がってきたところね、ロッテにも巻き越して、この西武戦ね、初戦負けるっていうところはね、かなり痛い敗戦。西武としてはね、若手がどんどん伸びていってね、チームのね、底上げをね、できるかがどうか今のね、一番の課題だから、そういった中でもね、菅井がいいピッチングして勝てたっていうのは大きい勝利だったんじゃないでしょうか。西武対オリックス、16日の試合、2対1でオリックスの勝利というところで、オリックス先発田島、6回102球、5安打5三振、1四球1失点、その後ね、小田島、山田、ペルドモ、マチャドがね、しっかり投げ切って、オリックスの勝利。西武先発渡辺裕太郎、7回120球、4安打9三振、2四球1デッドボール1失点と、こちらもね、素晴らしいピッチングで粘りの投球、その後ね、某高橋、アブレイヨと投げ切って、最後ね、松本が1点で崩れ落ちるっていうところでしたけども、まあ、両チームね、なかなかチャンスもなくね、まあ難しい試合展開、まあ両投手が頑張ったっていうね、まあ西武としては3回裏ね、ワンアウトから、隅田源太の連続ヒット、鈴木翔平アウトになるけども、西川がね、レフト前ヒットでは2アウト満塁のチャンス作るけども、山村が三振っていうね、
まあ1本出ず、その中でね、5回裏、先頭との先ツーベース。で、隅田にがしっかり送りバントを決めて、ワンアウト3塁から源田が犠牲フライで、しっかり1点を取って、これもね、しっかり逃げ切りたいっていうところだったけども、ね、取られた後すぐオリックス6回表。ワンアウトから大高センター前。で、森が三振するけれども、紅林フォアボール。で、2アウト1塁から西川がね、ライトにタイムリーツーベースを打って同点っていうね。まあ、この紅林のね、19粘ってフォアボールっていうのが大きかったね。ここで渡辺はね、この紅林をね、打ち取ってれば、ポンポンポン、そしたら1対0っていうところもあったけどね。で、その後終盤にわたってはね、ランナー出すけども、まあ、なかなか1本出ずっていうね。オリックスはね、7回三者凡退、8回2アウトから森がツーベース打つけども、紅林がアウト。で、9回も三者凡退ね。西武はね、6回に山本がヒット打つけども、後続続かず。で、7回はね、三者凡退。で、8回先頭ね、源田がレフト前ヒット、鈴木翔平がバントで送るけども、ワンアウト2塁から西川ライトフライ、そして山村サードゴロと後者続かず。で、9回も三者凡退。で、そこで、10回のね、表、ピッチャー松本ね、若月大里、アウトになって2アウト。で、そこで福田がね、レフトへツーベースを打って、ツーアウト二塁。ここでね、外野がちょっと後ろ下がるんだよね。前に来てたけど、ベンチをしててね。で、後ろ下がったところを、大戸がね、レフト前、詰まりながらもレフト前に行って、ね、後ろ下がってた分、セカンドランナー福田が本塁帰ってきて、これがね、決勝点になるけども、これはもう駆け引きだからね、仕方ないよね。これどっちがいいとか悪いとかじゃないからね。まあ、逆にまあ、後ろ行ったことによってね、まあ、前にいてもね、ノーバンでは取れなかったと思うけども、ホームがね、どうかっていうところでしたけども、まあ、そういったところね、しっかりオーダーを決めちきって、1点を勝ち切ったっていうところは大きかったし、まあ、田島も含めてね、田島も前回同様ね、まあ、ワインドアップに変えたっていうところあるけども、まあ、前回同様、ホームもね、いい形で投げれたし、渡辺もね、前回同様、いいピッチングだから、ここら辺とね、選手の後半戦のね、好投っていうところも期待できる。まあ、オリックスとしてはね、連敗しないで、しっかりこれで試合をね、勝てたっていうのは大きな一勝だったんじゃないでしょうか。西武対オリックス6対0で西武の完封勝利ということで、このカード、西武の、2勝1敗で勝ち越しっていうねところになりましたけども、宮城で負けたのがオリックス以来ね。オリックス先発宮城、5回3分の2、86球、6安打6三振、1四球5失点っていうね。で、西武先発ね、青山、9回106球、3安打3三振、1四球無失点、完封勝利、グッピッチね。本人にね、話聞きましたけど、何が良かったのっていうところでね、ストレートの球速は出なかったけども、しっかりね、コントロールできて良かったと思いますと。そして何よりもね、カーブが良かったですっていうところで、しっかりね、映像もプロ野球ニュースで見たけどもね、今日プロ野球ニュース出演だったんで、今帰ってきてから動画撮ってます。ね。で、見てたけども、しっかりね、腕振れてたっていうのが良かったね。ストライクもね、ストレートも若干甘くなった時もあったけども、しっかりね、腕振れて、まっすぐもカーブもね、しっかり同じね、腕の振りで投げ切れたっていうのはね、良かったんじゃないのかなと。3安打だからね、オリックスとてはなすめなし。そして6回裏ね、5回まで、ノーヒットノーランでね、抑えられてた中で6回ね、ワンアウトから、古賀センター前、源田ライトへツーベース。で、ワンアウトに三塁から今日ね、急遽一軍に上がってきた奥村が、低めのチェンジアップフォーク系ね、レフトへタイムリーヒット。そして西川がライトへタイムリーヒット。で、山村が犠牲フライ。で、野村大樹タイムリースリーベース。そして岸タイムリーヒット。1、2、3、4、5、6、7者連続ヒットで一気に5得点。クッピチ。ね。前半はあのね、スライダーね、変化球結構やられてたけど、しっかりね、この6回になってアジャストしてね、一気にビッグイニング。そして8回の裏にも山村がね、ライトスタンドへホームランを打って、6対0。完璧な勝利でした。まあ、前半戦ね、どうなるのかっていうところはね、あったけども、宮城にね、完璧に抑えられてる中、一気にね、集中打で得点を取って、青山がね、プロ初完封。非常にね、セーブ、素晴らしいピッチング。そしてね、奥村が打った時のこのガッツポーズはね、ああいうね、喜怒哀楽出していくっていうのが今のセーブにね、必要なんじゃないのかなっていうところはね、いつも感じるところではありますけどもね、非常に青山ピッチングも良かった。ね、さすが青山。ね、佐々木チャンネルの、登録者、そしてね、視聴してるところはあるっていうね、ところで、まあ、次回ね、登板がまたね、楽しみになってくるし、次の登板がね、しっかりピッチングできるかどうかっていうのも大事になってくるんでね、事前も期待しましょう。結果的にね、6対0西武の勝ち、このカード2勝1敗で西武の勝ち越しでした。オリックスは痛い。はい。ソフトバンクとロッテ、首位攻防戦、4月15日、8対5でロッテ逆転勝利。これはめちゃくちゃ大きかったね。ロッテ先発2勝、7回93球、5安打5三振、2四球1デッドボール3失点と、まあ、最低限ね、なんとか粘りのピッチング。で、ソフトバンク先発大関、6回99球、5安打4三振、2四球4失点と、その後リリーフを突き継いだ杉山が痛かった。結局フォアボールで、こういうね、ソフトバンクの自滅タイプって結構こうね、マリンで起こるんだけど、なんとペイペイドームで自滅パターンが起こったっていうね。
で、ロッテはね、なかなか1回2回で、3回と得点する機会もなくね、3回にもチャンスね、2アウト1塁でチャンス来るけども、小川にね、三振と、大関にね、インコース攻められて、最後外のスライダーでね、ちょっと腰が引けて三振っていうところで、非常にね、大関も粘り強いね、3イニングまでの前半ね、無失点で抑えて、いいピッチングの中、ソフトバンクは3回裏、ワンアウトからね、海のデッドボール、そして牧原ね、H 軍に上がってきてっていうところでショートフライでアウトになるけども、シュートフォアボール。で、ノーアウト1塁から今宮がね、先制のタイムリーヒットを打って1点先制。で、ここもね、西球からなのよ。ね。このね、試合はね、もうフォアボールが勝敗のキーをね、決めるっていうね。で、4回裏、先頭山川がね、レフトオーバーツーベース。で、今度はアウトになって、柳町がセンター前ヒットで2点目と。だからソフトバンクはね、チャンス作ってコンサスにね、しっかり1点ずつものにして、で、大関がしっかり抑えて、いい形のね、試合の流れ、5回もね、三者凡退で抑えて、前半ね、2対0。で、6回に、ワンアウトから岡がレフト前ヒット。で、小川がキャッチャーファールフライになるけども、サードファールフライになるけども、石川がね、レフトオーバーのタイムリーツーベースっていうね、ファーストから岡がね、必死の走塁でホームに帰ってきて、やっと1点返すっていうね。まあ、このね、左大関に対して石川がね、左キラーっていうところで、いいところで1点。そしてこのね、1点がかなりね、この後の試合を大きく揺るがすことになるっていうね。で、6回裏、三者凡退で、抑えて、ね。で、7回表、先頭佐藤がね、右中間を抜けるツーベース。それ中村翔吾フォアボール。これ痛かったよ。大関はこのフォアボール。で、高部がね、ノーアウト一塁から、ここで2対1だから送りバントもあるかなっていうところで、まあ、ここから下位打線に行くっていうところと、まあ、高部だからダブルプレーダイヤローっていうところでヒッティング。まあ、しっかりね、引っ張り込んで、右方向打っとけばね、ダブルプレーないっていうところもあるけども、しっかり1、2塁間抜けて、ライト前ヒット。で、ノーアウト満塁から、ここでピッチャー杉山に代わって、田村押し出しフォアボール。で、代打藤岡三振するけども、岡が押し出しフォアボール。小川押し出しフォアボールと、三者押し出しフォアボール。そして、藤原がワンアウト満塁からライトへ犠牲フライ。で、ツーアウト2、3塁になって、外がね、スリーランホームランと、藤原からね、ピッチャー変わって又吉。で、又吉外がね、スリーランホームラン。一気に 7.8 対2、ロッテ、ぶっ攻撃。ね。逆にソフトバンク、フォアボールで自滅です。ね。まさかの杉山が3つの押し出しってね、もう完全自滅。で、8対2。で、でも7回裏ね、中村のタイムリー。そして、9回に、柳町、川村とタイムリーを上げて、また3点差までね、追い上げるんだけども、まあね、7回の一気にビッグチャンス、外のスリーランホームランでね、勝負が決まったなっていうね、ところではまあホークスとしてはね、いい形の勝ちの流れだっただけに、ね、ちょっとオスナが9回いなくなってからリリーフかなりバタついてんな、ホークス1枚いなくなるだけで、これはね、ちょっとなんとかしないと、このね、先発をもっと長く投げなきゃいけないっていうところも出てくるしね。で、首位攻防戦、これロッテね、一気にロッテがホークス3立てしたらめっちゃ面白くなるけどもね。まあね、今日の戦いどうなっていくのかね、初戦ソフトバンクとしてはいい形の勝ちの流れを一気にフォアボールで自滅、最後外のスリーラン、打点王に目指してもかなり大きなスリーラン、非常にね、粘りの試合、逆転劇大きかったと思います。16日ソフトバンク対ロッテ4対1でソフトバンクの勝利というところで、ソフトバンク先発有原7回109球5安打8三振1四球1点ね、左バッターには、インコーストレートカットボール、そして、チェンジアップっていうところと、右バッターにはインコーストレート、そしてツーシームで、外にカットでフォークっていうね、左バッターにはチェンジアップ使うけど右バッターには使わない、右バッターにはフォーク使うけど左バッターにはフォーク使わないね。まあ俺が現役の時で言うと小林博之みたいなね。まあそういうね、左右でしっかり使い分けてね、投げやすい、そして威力がある方をね、しっかり使っていくっていうところでは、配球も素晴らしかったし、インコースのね、左バッターまっすぐカットっていうところで甘く入らないようにね、しっかりカットボールで打ちに入れる。で、左バッターのね、ツーシームストレートもしっかりね、甘く入らないように曲げてコースに入れる。そしてこの曲がるだろうって思ってるところでこのストレートっていうね、これを右バッター、左バッターね、共にインコースにしっかり投げ切って、フォークチェンジアップと、配球的にも制球的にも素晴らしかったと思います。ロッテ先発メレセス、5回89球、7安打2三振、3四球3失点と、まあゲームは作ったけどね、まあ前半ね、スライダーカーブ結構有効的に使えてたけども、まあ終盤ね、まあそこを仕留めきれられてっていうね、まあ2巡目3巡目になってからね、まあなかなかね、そこをソフトバンク打線がしっかり対応してきたっていうところが、まあこの試合テーマだったかなっていうね、序盤はソフトバンクがね、初回吉田と山川のヒットで、2アウト1、3塁チャンス作るけども、近藤がファーストゴロ。
で、2回にも、正木、柳町連続フォアボールでチャンスもらうけども、ノーアウト1塁から8番の甲斐が送りバントし失敗。ここね、セーフティー気味にバントして、フェアゾーンにある、バントした打球に、甲斐本人が当たって守備妨害アウト。バッと。そんな慌ててどこ行く？もうここはきっちりそんなセーフティーとかじゃなくて送ることの方が大前提やろうっていうね。で、結局、牧原、今宮も続けず、2イニング連続で得点圏にランナー行くも、得点できず、ね。相手のミスをミスで返すっていうね。まあ、昨日同様最悪なパターン。で、3回裏も2アウトから山川2ベース、そして今度ここは勝負を避けられてフォアボール。で、2アウト1塁から松井が三振っていうところで、3イニング連続で、ビッグ得点のチャンスを得点に結びつけられない。で、ロッテはね、そんで防いできた中4回表ね、外ツーベース、ポランコフォアボールで2アウト1、2塁チャンスを作って中村翔吾三振。ここね、インコースを通信を見せながら最後ちょっとシュート気味だったけど多分まっすぐだと思うんだけどね、バシッとね、この通信とまっすぐ気味のツーとね、このね、威力のね、この高低、バランスをつけてね、緩急によってしっかり見逃し三振に、なったね。あのインコースのね、ストレート系。あれは非常にね、ナイスピッチングだったからと。ロッテはね、ここで1点取ってれば、一気にね、流れを変えてね、行きたところでもあるけども、まあ、ここをね、しっかり、有原が抑えて、5回の裏ね、先頭今宮レフト前ヒット。で、吉田がレフト前ヒット。で、ノーアウト1塁から3番栗原吉を送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁から苦しめられたスライダー、ナックルカーブ的なのをね、山川が、左中間にタイムリーツーベース。その後、近藤がね、アウトになるけども、ツーアウトになったから、マセキがね、センターへタイムリーツーベースっていうところで、一気に3点。そして6回裏に、ワンアウト2、3塁から吉田がね、きっちりレフトへ犠牲フライを打って、ね、4点目。これが大きかったね。で、ロッテはね、7回表に、ツーアウトから高部のセンター前ヒット。で、ツーアウト1塁から安田がね、タイムリーツーベースを打って1点返すけども、まあ、その後ね、8回はヘルダンデスが3者連続三振。で、9回にはね、松本も3者連続三振で抑えて、ロッテを5安打で抑えて、しっかり勝ち切るっていうところでは、ソフトバンクとしてはね、いい形。まあ、有原のね、好投のおかげっていうところもあるけども、まあ、1勝1敗できたっていうところは非常に大きかったし、まあ、メッセージもね、非常に踏ん張ったけども、まあ、この4回でね、あそこで1本ポーンってロッテはね、打ってれば勝つチャンスあったかなっていうのもあったけども、まあ、5安打、まあ、完敗っていうところかな。ソフトバンク対ロッテ、17日の試合、6対4でソフトバンク逆転勝利というところで、ソフトバンク、初先発大山、3回39球、6安打1三振、無四球3失点と、全体的に球が高かったかな。そこをね、ロッテに仕留められたっていうね。で、ロッテ先発高野、3回50球、3安打1三振、1四球2失点。で、続いて中森、3安打48球、5安打1三振、1四球2失点。そして、中村に、2回、27球、3安打。三振ゼロ、2失点というところで、三投手すべてが2失点ずつで6失点の敗戦。全体的にすべてのピッチャー、球が甘い、高い、ね、それでは抑えられませんよっていうね。で、まあ、もともとこれ、高野、中村の、多分ね、ダブル先発ぐらいでやってたのかなっていうところの系統だったようにね、感じますけども、これじゃあ抑えられなかったっていう。しかもね、ここまでいい形で7月戦ってきて、このホークス戦、初戦勝って2勝1敗で最低でも勝ち越す。うまくいけば3連勝で一気にゲーム差縮めるっていうところで、結局終わってみたらソフトバンク2勝1敗勝ち越しっていうね、なんてことないっていうね。で、まあソフトバンクはね、沢柳、2回26球、ノーヒット2三振。ここをね、4、5回しっかりね、まとめたっていうところが一番ね、勝ちに近づいたかなと。その中でロッテはね、初回先制と、高部、小川が連続ヒット。ここね、小川の打席で、ランドヒットが、決まりね、ランナー1、3塁になって、で、佐藤がね、初球の変化球を、ライトにタイムリーヒットと、で、1点先制、なおもノーアウト1、2塁ね、このまま一気にビッグイニング行きたかったところ、外が 5-4-3 ダブルプレイ、そして岡がセンターフライで、後続続かず1点しか取れず。しかし2回にね、先頭ポランコが、甘めに入ったストレートをバックスクリーンへ、2点、目取ってね、いや、このまま一気に流れでいくかなと思いましたけども、2回裏ね、先頭近藤フォアボール、そして2アウトになるけども、甲斐がね、レフトスタンドでホームラン、甲斐、グバッて、ね、これで一気に同点。しかし、3回の表に、高部レフト前ヒット、大川がしっかり送りバンドを決めて、佐藤アウトになるけども、外がタイムリーっていうね、ところで3点目、これ一気にね、ロッテの流れでしたけど、っていうね、この先ほど言ったようにね、沢柳がしっかり4回5回抑えたことによって、5回裏、先頭シュート、レフト前ヒット。で、ここで今宮の打席で盗塁。で、ノーアウト、2塁になって、今宮がね、進塁打ね、なんとかして打とうっていう姿が見えたけども、最後低めの変化球、空振り三振。で、それを、佐藤がね、ワンバンを拾って、振り逃げ。
ファーストへ投げた瞬間にセカンドランナーシュートが三塁へ進塁。ね。だから、まあ、仕方ないっちゃ仕方ないけどね、ちょっと油断したね。まさかあそこでね、走ると思わなかっただろうにね。でもその隙をついてね、シュートがよく三塁に行って、で、ワンアウト三塁から吉田がね、まあ、ここね、2球で追い込まれて、なんとかね、バットのやつで転がせば、三塁ランナーのシュートがね、なんとかしてくれるっていうところで、セカンドゴロね、シュートが突っ込んできて、ホープセーフで同点。しかしここね、本塁への投球が佐藤で、ね、ノーパンだったのにね、キャッチングできずファンブルってバッと。まあ、どうせセーフでもね、やることちゃんとやろうっていうね、ところはあるけどもね。で、これ同点になって、で、6回裏ね、2アウトからでしたけども、6、7、8と、まさきライト前、牧原センター前、そして、甲斐がね、センターへタイムリーヒットで勝ち越し、で、8回にもね、近藤センター前、で、まさきがレフト前、で、中村がね、内野ゴロのアウトになるけども、2アウト1、3塁から、川瀬が盗塁して、で、甲斐がね、前進守備の外野のレフトオーバーね、タイムリー2ベースで、一気に6対3。で9回にね、岡がホームランを打つけどもね、時捨てに遅しとね、下位打線の甲斐がね、非常に頑張ったっていうね。で、甲斐がこの試合ね、4打数3安打5打点とね、この下位打線で甲斐が頑張ってね、この得点に結びつけたっていうところも大きかったしね、非常に効率いいね、得点の仕方。ロッテとしてはね、1、2、3回といい形で点取ったけどね、ピッチャーが踏ん張りきれずね。でもしかしね、このプロ野球ニュースでも言ったけど、ここね、終盤の、松本ね、オスナ不在になる前は防御率 2.08。しかし、オスナが不在になってから9回任されるようになってから防御率8点オーバーとね、ポジション変わっただけでここまで変わるかっていうところはあるけども、なんとかね、リリーフ陣が踏ん張って、いい形でね、繋げればいけるっていうところはありますけどね。まあ、このね、首位攻防戦、ソフトバンクが勝ち越したのが大きかった。ロッテは逆に負け越したのが大きい試合でした。日本ハム対楽天、15日の試合、16対3で楽天の勝利というところで、楽天先発滝中、6回82球、4安打2三振、1四球3失点と、今季初勝利。グッピッチング。ね。まあ3失点の抑えて、まあ大きなね、大量援護にも恵まれてっていうところもあるけども、これがね、自信になって、勢いに乗ってね、今後オールスター明け、どういうピッチングになっていくのかっていうのはね、この一勝非常に大きかったと思います。その後ね、ターリー、藤平、駒ごとね、しっかり無失点に抑えて、3失点。まあ、16点も取ったっていうところもあるしね。で、日本ハム先発福島。4回91球、6安打2三振、1四球2、デッドボール7失点。で、その後、上原も7失点の斉藤2失点。15安打の16得点。解説しようもありませんっていうところもあるけども、2回の表ね、楽天の攻撃。先頭鈴木大地フォアボール。そして、フランコのショートゴロを上川と放出。これうまくいけばダブルプレー取れてたんちゃうかっていうところでね、まあ、この、まあ、ミスが絡んでんだよね、全部ね、ファイターズは。で、ノーアウト1塁から小深田送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁、村林ライトフライでアウトになるけども、太田光がね、センターへタイムリーヒット。で、その後、小郷ライト前。で、中島デッドボールで2アウト満塁から辰巳がね、ライトへタイムリーヒットっていうところで一気に4点。ね。しかしね、日本もその4点取られた2回裏にね、先頭レースフォアボール、DC が2ベースを打って、ノーアウト2、3塁から松本がね、犠牲フライ。で、タミヤ三振するけども、野村がレフト前タイムリー打って、4対2。ここまではね、粘り強くいい形で行くんちゃうかっていうね、いうところもあったけど、まあ、このね、3回、4回を滝中がね、しっかり日本ハムの攻撃をね、抑えて、三者凡退でね、2イニング抑えたっていうところが、リズムがバタバタにならなくてよかったと思うんだよね。で、その中で5回表、楽天の攻撃、先頭中島ライト前ヒット、辰巳ライト前ヒット、で、浅村デッドボール、で、ノーアウト満塁でピッチャー福島から生ために変わったところ、鈴木大地がセンターへのタイムリーヒット。で、ブランコがね、レフトっていうね、水谷、バッと。取れるやん。ね。で、その後も小深田の、内野ゴロの間に、1点入って、3点。6回にはね、中島、浅村、鈴木大地の、3つのフォアボール、ピッチャー上原ね。で、その後、フランコが満塁ホームラン。で、7回には、2アウト1塁から、辰巳、そして浅村の連続タイムリーで3点。で、8回にもフランコのホームランね。で、9回にも山田遥がレフトへタイムリーツーベースっていうところでね、16点。ね、その間にはね、さっきも言ったように2回のね、上川畑の後逸。そしてね、3回には、レフト水谷のね、落球。これまあ記録上ヒットだけどね。で、その後ね、小深田のファーストゴロも、ファーストのゴロがポロンとしてね、ホーム投げられずっていうね、ところで無駄な失点してる中では。まあ、ね、記録上はミスになってないやつもあるけども、まあ自滅。まあそれをどんどんね、ついていったっていうね、で、またフランコが状態上がってきたっていうところもね、楽天はあるけども、ちょっとミスがね、命取りになって、まあ試合がね、大事になったかなと。
しかしその後もね、日本は6回に万波がホームランを打つけども、しっかりね、滝中、先ほど言ったようにターリー、そして藤平、駒ごとね、楽天の追撃を許さずしっかり抑え切ったのも良かったし、ね、この滝中もね、3回、4回、5回、3イニング連続三者凡退でね、2回の裏に失点はしたけども、そこからね、失点させなかったっていうところがね、このゲーム展開を作ったから、滝中のね、先発としての役割も非常に大きかったと思います。ね、楽天ね、上位進出に目指してはね、この日本ハムとの戦い巻き越すわけにはいかない。その中で初戦16対3大勝のは大きかったと思います。日本ハム対楽天16日の試合5対4日本ハムさよなら勝ちというところでね、1勝1敗に持ち越しましたけど、楽天としたら自滅です。2連勝できた試合ですね。楽天先発内星龍5回3分の2、87球、4打1三振、2四球、無失点。ね。日本先発、山崎幸也、5回3分の2、104球、9安打2三振、2四球、3失点。っていうね、ところではありましたけども、楽天はね、2回表に先制。ワンアウトからね、阿部の、先制ホームランでね、1点先制。そして、6回表にね、辰巳ライト前ヒット、そして浅村のね、ツーランホームランっていうところで、一気に、3対0。ね。で、日本ハムはね、前半からランナーを出すけどもね、この、得点できずっていうね。まあ初回にもね、郡司のセカンドゴロをね、小深田がエラーしランダーですけども、後続続かず。2回も先頭ね、石井がヒット出るけども、マルチネス上川畑、伏見とね、後続続かず。3回もワンアウトから野村がツーベース打つけども、万波郡司がね、後続続かず。ね。で、4回もね、ワンアウトから石井和也にライト前ヒットで、そしてうちの、悪送球でね、ワンアウト二塁になるけども、マルチネスがね、ファーストファールフライ、上川畑ライト前ヒット打つけども、ワンアウト一、三塁から伏見がね、三振で1点取れずね。で、5回三者凡退になってからね、この浅村のツーラン。で、6回にもね、グッジ石井のフォアボールが2つありながら、ワンアウト1塁からマルチネスがね、レフトフライ、そして代打水谷が、サードゴロっていった形で、まあこれも流れ的にはもう完全に楽天勝利。しかしね、楽天の流れをね、変えた2つのプレー。ね、これがね、この試合の大きなテーマ。ね、7回表、ワンアウトからね、辰巳がフォアボール、そしてワンアウト1塁から浅村がね、3ボール、2ストライクから、左中間へね、フェンス直撃のツーベース打つんだけども、ここでファーストランナー辰巳が本塁でアウトになるんだけどね、これ野村、奈良間、そしてホーム、伏見とね、完璧な、中継をしてアウトになるんだけども、ワンダウト1塁、しかもこれ浅村ね、フェンスもあと1メートルぐらいでホームランかなっていうところの打球だったのに、まずね、辰巳のね、判断が遅い。もうかなりゆっくりセカンドまで行って、フェンスに当たったのを確認するかどうかぐらいで走ったから、あれはね、もうかなり判断が遅い。まあこれはまあ仕方ないとしても、あそこまで判断遅くて、ワンアウトだったらサードストップでしょ。それのように回してイージーアウトだからね。まあツーアウトだったらまだわかるけど、ワンアウトだからね。これはもうね、3対0っていう得点にね、ちょっとね、あぐらをかいたっていう余裕かましたサードコーチャーの判断だね。で、これもしね、ツーアウト、ワンアウト2、3塁で残ってたら、状態フランコでしょ。そしたらここで追加点下手したら1、2点取れたと思うの。そしたら4点、5点。これでもう勝ってたところをね、本塁アウト。で、2アウト2塁からフランクショートゴロで無得点。で、その裏、7回裏にね、ピッチャー酒井に代わって、先頭浅間が代打、ライト前ヒット。松郷アウトになるけども、野村がフォアボール。これで、ワンアウト1塁からね、万波が、三振。ね。で、2アウト1塁から、郡司のサードゴロ。これで、結果はレフト前タイムリーヒットになってるけども、サード阿部がファンブル。ね。あれもう全然取れる。これアウトにしてたらこの回0点。でも、ファンブルでタイムリーエラー、タイムリーヒットになって、で1点入って2アウト1塁からピッチャー酒井からターリーに変わったところ、チェンジアップをね、レフトポール直撃のレイエスが3ランホームランで逆転っていうね、ミスがミスを呼ぶっていうね。しかし楽天はね、8回表に、先頭ね、先ほどのミスがあった阿部がセンター前ヒット、小深田送りバントを決めて、村林がね、センターへのタイムリーツーベースで同点っていうね、まあ、なんとかね、追いついて、踏ん張って、で、8回、9回ね、8回をね、三者凡退で抑えて、9回ピッチャー藤平、ね、ダイソーで出たタミヤレフト前ヒット。で、タミヤが、盗塁。で、万波フォアボール。で、ノーアウト1塁から郡司が送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁。ここでレイエス満塁策で敬遠。で、ワンアウト満塁から石井セカンドゴロ、ね、ホームアウト。そして中島拓也三振。ここ一気にさよなら決めたかったけどね、楽天なんとか踏ん張る。でも、楽天もね、9回、10回と三者凡退でね、得点できず、で10回裏、ね、西武の攻撃、ピッチャー則本、ね、奈良間が、ピッチャー強襲の内野安打。
で浅場が送りバントを決めてワンアウト二塁、松子サードゴロでアウトになるけども、ツーアウト二塁からタミヤがねセンターオーバーのタイムリーツーベースでサヨナラ勝ち。タミヤグッてね、最近なんか当たりが厳しいらしいけど、当たりが厳しくなったレギュラーの証だね。ねえ、こっからだから、そんなクエクエしてる場合じゃないからね。言われているうちがね花だよ、認められている証拠だよ。まあ、ここをねどう乗り越えていくか勝負ね。でも楽天としてはね絶対勝てた試合ね、サードコーチャーのミス、そして、サードのね阿部のミス、あれがなければね、まあ、4対1とかでね勝ってた可能性もある中で、日本ハムサヨナラ勝ちです。日本ハム対楽天、17日の試合6対2で日本ハムの勝利、このカード2勝1敗で日本ハムの勝ち越しっていうところになりましたけども、日本ハム先発金村ね、8回3分の2 128球5安打4三振1球2失点、まあ、完投ね目前っていうところでしたけども、まあ、最後はね田中誠義が1球でねフランコを打ち取って、1球セーブっていう形でね、勝ち投手、非常にね金村安定したピッチングで、まあ、本当にね先発、転向してから非常にね安定したピッチング、そして今年はねリリーフで入ってきたけども、シーズン中ね、しっかりその変化に対応できて完投までねもうあと1人っていうところまで持ってきたっていうところは、さすがのねピッチングだったかなっていうね、これで、ロッテ戦7月2日勝ってから7月3連勝っていうね形になって、非常にね大きなピッチング、そして楽天先発こうじゃね、7回3分の1 102球4安打4三振4四球4失点っていうところでね、ちょっとこのフォアボールが痛かったかなっていうね、日本はね初回、水谷のレフトスタンドで先頭打者ホームランで、ね、オールスタープラスワンで出場っていうところもあって、景気祝いのねいいホームランでした。インコース結構難しいところだったけどね、しっかり肘畳んでねナイスバッティングで、3回裏、万波がね、ホームランで続いて、2対0とね、いい形で先制。で、楽天はね、なかなかチャンスもないところでね、5回ワンアウトから鈴木大地スリーベース、そしてワンアウト3塁からフランコの打席で、ショートゴロで1点と。まあ、ダイヤがね、後ろ下がってたっていうところもあるんでね。そして6回もね、楽天先頭村林がライト前ヒット、太田光が送りバントを決めて、ワンアウト2塁、小郷ライトフライ、ね、中島ファーストゴロでね、ここら辺でね、パンパーンと追いつきたかったっていうところはあるけども、全体的に5安打だからね、もうこれ金村にね、してやられたかなっていうね。そして日本はね、2対1で1点差で勝っているところは8回裏ね、先頭水谷フォアボール、ね。で、ノーアウト1塁からダイソーの磯端が盗塁、そして3ボールになった時点で万波が、敬遠されて、ね、ノーアウト1塁、で、ここで3番軍司がきっちり送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁、ここで小蛇から渡辺にピッチャーが交代。で、レイエスがね、フォアボールで満塁策を取って、ワンアウト満塁からマルチェスがね、レフト線にタイムリーツーベース。で、松本剛は三振するけども、石井がね、ライト前タイムリーヒットと一気に4点。これでダメ押しっていうね。で、金村はね、先ほど言ったように完投間際っていうところだったけども、9回に、代打黒川センター前で、茂木がライトツーベース。で、辰巳がね、ライトへタイムリーヒット。そして鈴木大地フォアボールと。1点返されて、ノーアウト、2アウト満塁と。で、ここでね、田中正義が出てきて、まあ、一球でね、フランコをショートゴロに打ち取って勝つっていうね、ところでは、攻守ともにね、バランスのいい勝ち方だったし、まあ、日本ハムと、楽天としてはね、最後前、ね、反撃したけども、ちょっとね、この8回のやっぱフォアボールね、先頭のフォアボールがやっぱり痛かったかな、そこが一気にね、ビッグイニングになっちゃったかなと。まあ、結果ね、このカード初戦ね、楽天が大勝したけども、その後しっかりね、日本ハムが勝ち切って、まあ楽天としてやっぱり2戦目のね、ミスからの失点っていうところがね、非常に痛かったかなと。勝ち越せたね、カードだけに。でも日本ハムはね、しっかりここを勝ち越せたっていうところではね、まあ A クラスアロス非常にいいね、今ね、目先の敵っていうところもあるからね、この勝ち越しは大きい勝利だったと思います。続いてセリーグ、ヤクルト対中日、7月15日の試合。4対1でヤクルトの勝利っていうところで、ヤクルト先発ヤフーレ。6回87球4安打3三振1四球1デッドボール1失点っていうところで、まあ、前回 DeNA 戦投げてから、まあ、10日間抹消されて、登板っていうところで、かなり久しぶりのね、勝ち星っていうね。中では、今季、5勝7敗っていうね、出だしは良かったけどね、その後だから勝ち星上げず、まあ、10日間で、調整に入りましたけど、まあ、前回の DeNA 戦も2失点だからね。その試合もね、まあ、悪かったけどね、粘り強くね、ピッチングしてたっていうところはあるけども、まあ、今日の試合もね、しっかり粘り強くピッチングしてね、勝ち投手。で、その後、大西山本木沢とね、リーフ陣がしっかり踏ん張って、中日打線を1失点に抑えてね、しっかり勝ち切る。中日先発梅津。7回106球、8安打6三振、1四球3失点っていうところで、まあ、この2回に速攻にやられちゃったかな。ヤクルトはね、2回先制っていうところで、先頭村上がセンターオーバーのフェンス
初攻撃ツーベース。オシナがセンター前ヒット。で、ノーアウト一三塁から中村悠平が三塁線抜けるタイムリーツーベース。で、ノーアウト二三塁になって山田がセンター前タイムリー。で、ノーアウト一三塁から浜田の内野ゴロの間に1点上げて、しっかりね、連打連打で1、2、3、4、4連打、プラス内野安打の間にね、3得点して、序盤としてはね、非常にこの複数得点っていうのは大きかったんじゃないでしょうか。で、中日はね、やっと5回にね、先頭細川ライトへツーベース。しかしここライト浜田ね、スライディングキャッチ試みて、グラブにね、入ってるか入ってないか分かんないけど、当たってたからね、ちゃんとね、あれはしっかり掴まなきゃいけないのにね、それをポロンチョって落として、まあ記録上はツーベースだけどね。で、ノーアウト二塁からロドリゲスが、内野安打で三塁になって、石橋のサードゴロの間に、まあ1点を上げるっていうね、ところで、なんとかね、中盤にやっと1点追いついたけども、まあその後はね、まあ3、5安打だからね、同点に追いつけずっていうね。で、ヤクルトは8回裏に、ワンアウト一塁から、ここでね、村上が盗塁ってなったけども、まあ、ここはね、エンドランだったんだよね。そう、多分エンドランだと思うんだよね。で、高めの、ちょっと変化球はボール球に浮いたところを中村なんとか当てようとしたけども、ファールチップ、バットにはかすったけども、前に飛ばず。で、そこをキャッチャーね、石橋がしっかり取って、セカンド投げるときに、まあ、ちょっとファールチップだったからね、ミットの変なところ入ったんでしょう。ちょっと握り変えれなくてね、若干ジャックルしてセカンドスローが遅れて、村上がね、盗塁成功。で、ワンアウト二塁になって、中村がセンター前タイムリーヒットを打って、ダメ押しの4点目っていうね。まあ、中日としてはね、まあ、このすべてはこの2回ね。先頭フクランがデッドボール。高橋周平三振するけども、細川がセンター前ヒット。で、ワンアウト一塁から7番ロドリゲスショーのところ、8番加藤が三振っていうところで、ちょっとね、この下位打線の1割台が、中日としたらちょっと痛いよ。なんか下位打線に向かっていくと、だから中軸がチャンス作って下位打線に、この向かっていくと、まあ打つかもしれないけど、なんか期待値が弱いっていうところが、多分ね、なかなか苦しいところなんだと思うんだよね。で、まあ途中からね、この5回には、そのね、8番、加藤のところで代打石橋が出てっていうね、ところもあるけども、まあそこら辺の作戦面は、ひょっとしたらまあ早め早めに動いた方がいいかなっていうね、ところはあるかなと思いますね。8回表も代打ね、山本がレフト前ヒットを打って、続いてもね、代打石川は出たけども、6-4-3ダブルプレーっていうね、ピッチャーが左で山本になったんでね、で、ここもね、後続続かずっていう、ちょっと連打がね、出なかったかなと。ヤクルトはね、ワンチャンスで複数安打でね、しっかり3点をね、複数得点もぎ取ったっていうところも大きかったし、まあ、ヤフーレがね、ここから復活して、なんとかね、ここから、まあ、ギリまだ間に合うからね、なんとかここから押し上げていきたいっていうところでは、まあ、ヤクルトのね、ヤフーレの勝ち星っていうのは非常に大きかったと思います。結果4対1でヤクルトの成長です。ヤクルト対中日、4対3でヤクルトの逆転勝利というところで7月16日の試合、中日先発小笠原、5回3分の2、112球、7安打2三振、1球2、デッドボール3失点。ね。ヤクルト先発山野、2回29球、3安打、3振0、無四球3失点。その後、ロドリゲス、星、小沢、木沢とね、しっかり投げ切ったっていうところもあるし、これね、雨降ってたから、正直試合ないんちゃうかって言われた中、開始されたから、このね、高津監督としてもやっぱ5回までに絶対追いつかなきゃいけないっていうところで、このね、もうあの2回の、2アウト満塁のチャンスで、ね、普通だったら多分代打出さなかったと思うけど、もう山野に代えて北村っていうね、この天候もあったと思うから、こういうのもね、非常にね、いい采配だったんじゃないのかなと思います。やっぱり、これ雨もね、計算して、もう5回までやと、なんとか追いつかなきゃいけないから、もうピッチャーどんどん変えていくよっていうね、ところだったと思います。その中でね、中日は初回、2アウトからね、カリステ内野安打、福永ライトへツーランホームラン、細川ホームランと一気に3点、グバって。ね。これでも勝ったと思ったけどね、俺ね。その、でも、そっから、初回にヒットね、3本打って、その後、ヒット1本だからね、チーム4安打だから、まあ、それじゃ勝てないよね。どっかでやっぱりね、点取りたかったところはあるけどもね、4回にはね、細川牽制でアウトになったり、もうそういうところも流れ潰すよね。得点入ってなかったかもわかんないけどね、2アウト1塁だったから、そういったところではね、ロドリゲス、星、小沢ね、木沢、ヤクルトね、投手陣非常に頑張った。で、打線の中でもね、3回裏、先頭長岡がツーベース、で、増田がきっちりね、ファースト進塁打、グッと、大事。ね。で、宮本が、しっかり、セカンドでタイムリーで1点。ね。こういったところも地道にいってね。で、まあこれね、結局、その後ね、試合続行できたんで9回できましたけども、6回裏ね、先頭宮本がレフト前ヒット。で、村上がショートフライアウトになるけども、オスナがレフトでツーベース。で、ワンアウト2、3塁から中村悠平のショートゴロの間に1点。ここはもう1点 OK ですよっていうね、3対1だったんでね、ドラゴンズも。で、これで3対2になって、2アウト3塁から山田デッドボール。で、2アウト1、3塁から前山がね、ライトで同点タイムリーヒット。まあ、ね、まあ、グッタッて。
こういうの大きいよね。そしてなんと7回にね、先頭長岡フォアボールで、増田がきっちり送りバントを決めて、宮本がねファーストゴロ、アウトになったけど最低でも進塁打で、ツーアウト三塁から村上のショートゴロ、なんとロドリゲスがトンネルタイムリーエラー、バッ、逆転、ヤクルト勝利。ロドリゲス打率1割3分、守備の人でしょ、それが飛んでる、バッと雨で人工芝言い訳できん、バッと、でもヤクルトグッと、まあ相手のミスにね乗じて勝てるっていうところはね、もう何でも勝ちゃいいからね。そういった意味でもね、高津監督がまあ山野をね、もう早めに雨の影響もあるからね、しっかり変えて、その後ねリリーフ陣本当に踏ん張ったね、勝利だったと思います。ヤクルトとしてはね、こう中日戦2連勝。まあ、ここからまだまだ巻き返しできるからね。こういったところは、まず目先の上のね、ドラゴンズでしっかり勝ち越して、今日ないんでね、このカードね、もうあの、ヤクルトのね、2連勝っていうところなんで、あと3試合ね、オールスターまでしっかり勝ち切ってね、上との差縮めたいね。この2連勝はヤクルトにとって大きかったし、ドラゴンズとしてはここから A クラスチャレンジっていうところで、最下位ヤクルト2連敗はね、かなり痛い。しかもミスだからね、痛い敗戦になりましたね。続いて DeNA 対広島、6対1で DeNA の勝利というところで、 DeNA 先発浜口、9回123球4安打8三振、2四球1デッドボール1失点、グッペイチ完投、ビッグ。いや、こんなにいい浜口のピッチング、いや何年ぶりぐらいやろっていう、めっちゃ久しぶりに見たような気がする。まあね、序盤にチームはね、しっかり得点を取ってね、援護点にも恵まれたっていうところもあるけども、非常に素晴らしいピッチング。広島先発アドはね、4回83球10安打1三振1四球6失点というね、まあその DeNA 打線に沈むっていうところでは、初回いきなりね、梶原渡が連続ヒット、ノーアウト1塁から佐野がね、ライトにタイムリーツーベースで先制、その後牧フォアボールで、ノーアウト満塁から宮崎がね、犠牲フライをしっかり打って2点ね、で2回裏にもワンアウト満塁から佐野がしっかりね、犠牲フライを打って3点目で、3回にも2アウトから京田がツーベース、そして森がね、ライトにタイムリーツーベースっていうところで3点目。俺はいつも思う、ツーアウト二塁でなぜ次浜口なのにこの森を敬遠しないんだっていうね。さすがに森の打率が2割ぐらいでも浜口よりは打つでしょっていうのはいつも思う。でこれで4点目ね、そして4回裏に2アウトから佐野がライト前、そして牧がツーランホームランというところでしっかり6点、1回から4回まで全て得点に絡めて、しかも3回4回はね、2アウトからしっかりね得点を重ねるっていうところで、まあ DeNA 打線のね打線になってるっていうところが非常にねグッ攻撃ね。で広島はね、初回フォアボール出すけども後続続かずで、2回もフォアボール出すけども、ヒットが出ずで、3回は三者凡退で、4回はね、上本レフト前、そして、小野が内野安打で、ノーアウト一塁から、石原三振、そして、菊池のねショートライナーをセカンドランナー上本が飛び出してダブルプレー、バッと飛び出しちゃダメだよ、そんなに焦ってどこで行くっていうね、まあ、4対0だからね、まあ、ここでどうなんやろな、俺とかもうバンドが好きだからね、ノーアウト一塁石原バンドでもよかったんちゃうかって思うけど、これはもうスーパー結果論だね、これはもう仕方ないね。で、5回三者凡退ね、で6回も三者凡退で、7回にね、ワンアウト二塁から、菊池のね、ショートゴロを、ショートね森がファーストへ悪送球っていうね、でこれで、タイムリーエラーになって1点やっと取るだけでね、8回も三者凡退、9回もデッドボールで出るけども、後続続かずっていうね。まあ、広島4安打だからね。これはなかなか、苦しいよね。だからまあ、浜口はね、本当腕も振れてたし、ストライク先行っていうかね、まあ、フォアボール、デッドボールもあったけども、低めにも制球できてたし、まっすぐ、チェンジアップね、っていうところの破壊力もあったし、非常にね、安定したいいピッチングだったし、だから次の登板がね、鍵だね。そこでどれだけいいピッチングできるかっていうところがね、非常に楽しみでもあるし、興味深いところでもあります。まあこのね、どっちのチームも負けられない一戦で、DeNA ながらね、取るべきところを取って、先発が完投勝利、完璧な勝ち星だったんじゃないでしょうか。DeNA 対広島、3対0で広島の勝利ということで、昨日雨天中止だったのでこのカード1勝1敗の5分っていうね形で終わりましたけども、広島先発森下ね、7回107球6安打3三振2四球無失点とね、まあ序盤ピンチもあったけど、なんとか粘りのピッチングでね、味方の援護を待ってね、しっかり勝ち投手になったのはピッチ大きかったと思います。で DeNA 先発東、7回86球6安打5三振無四球3失点っていうね、非常に素晴らしいピッチングでね、相手になすすべもなくね、いい形で来たけどもシャイナーに行かれたっていうねところはあるけども、まあこの試合ね DeNA ね、取るときに取ってないからこうなるっていうね、典型的な感じでしたけども、3回裏ね、渡来レフト前ヒット、で、大和がアウト、で、東が送りバントを決めて、梶原フォアボール、2アウト1塁チャンスを作って、オースティンが三振、ね。
で、4回、先頭佐野が内野安打、牧アウトになるけども、で、宮崎もセンターフライ、山本が内野安打で、2アウト1塁チャンス作って7番渡来、セカンドフライ。ね。で、5回にも先頭、山本がフォアボールで出るけども、9番東がバント失敗でダブルプレーでチャンスを広げられず。ね。で、6回にも、佐野、そして宮崎、山本と、3人のヒットで、2アウト満塁のチャンス作って渡来がインコースをストレート、森下のグッピッチ、わーっで三振ね、3-4-5-6と、4イニング連続でチャンス、そしてチャンスに結びつけるような攻撃があったのに、それを全く活かせなかった中で、広島はね、なかなかチャンスなかった中で、7回表上本のレフト前ヒット、ノーアウト一塁から琴のねライト前ヒットっていうところで、で渡来のね三塁送球がミスになってね、ファーストランナーのバッターランナーのね琴のセカンドで進塁ね。ああいうなんか中途半端なところがもったいないよね。で、ノーアウト2、3塁から、ノマアウト。で、菊池もレフトフライになって1点取れずね、2アウト2、3塁。ここでシャイナーがなんとバックスクリーン左横にスリーランホームラン。グッパティングね。で、次がね、森下だけに、まあ、ネクストには石原いたけどね、まあ、プロ野球ニュースでもね、ここのね、敬遠かどうかっていうところもあるけども、まあ、シャイナーここまでそんな打ってないしね。しかもピッチャー東だからね。ここはもう勝負でしょうって番組内でも言ったんだけどね。まあ、これはもう仕方ないよね。シャイナーの方がね、一枚上だったっていうところもあるし、これシャイナーところでね、中川とか、あと京山とかね、ウィックとかね、そういったところに、ピッチャー俺はね、東じゃなかった。変わってたと思う。正直ね。だからこれはもうね、シャイナーのナイスバッティングっていうところでもあるし、DeNA はね、7、8、とね、三者凡退で終わって、で、9回もね、ピッチャー栗林から先頭ね、宮崎が先頭甘いヒットに出るけども、山本三振、そして渡来がね、4-6-3ダブルプレートなんで、ゲームセットと、ね、非常に粘り強く、広島がね、しっかりピンチもあったけどね、森下が踏ん張ったっていうところもあるし、ワンチャンをね、シャイナーが生かしきったっていうね、まあ、このカードね、1勝1敗で5分で終われたのはね、カープとしては大きかったんじゃないでしょうか。巨人対阪神、15日の試合、2対0で阪神の勝利ということで、こちらもどちらも負けきれない試合の中で初戦大事な一戦、阪神先発ビーズリー、6回94球5安打挟し、1四球も失点、クピチ。もうずっと安定してんだ、1軍に来てから防御率 1.49。ね。1回ね、6月15日ソフトバンク戦にね、やられたっていうところはあるけども、その他の試合は失点1、もしくは無失点でね、クオリティスタートを確実にできるしね、で、その後、石井、桐敷、ゲラがね、ノーヒットに抑えて、しっかりね、ジャイアンツの反撃を許さないっていうね。で、巨人先発赤星。5回74球、4安打3三振、四球2失点。クピッ。赤星も良かったけどね、コントロールも良かったし、いい感じでも投げてたし、右バッターへのインコースのね、シュート系もしっかり投げながらアウトコースっていうね、内外の幅も効かせてたしね。まあ、その中でね、1回から3回まで、赤星もね、ランナー1人出すけども、しっかりね、抑えて、ビーズリーもね、3イニングまで、毎回ね、ランナーはヒットとかフォアボールで出すけども、ね、失点許さず、そして連打をさせずっていうね、前半でしたけども、まあ、4回表ね、阪神の攻撃、先頭近本センター前ヒット、中野野口とアウトになるけども、2アウト3塁からサトテルがフォアボール。これがね、結果論的にはね、赤星、このフォアボールが痛かったかもわかんないね。で、大山の打席、2アウト1、3塁からね、レフトへタイムリー2ベースっていうところで、しっかりね、2点。まあ、この2点をね、守りきるっていうところで、まあ、このね、5回ね、先頭、梅野がセンター前ヒット。で、小畑送りバント失敗でセカンドアウト、バッと。ここをしっかり決めて、もう1点目めっちゃ大事だからね。で、ワンアウト1塁からビーズリーがバントのね、構えをしている中で、キャッチャー岸田がアウトコースに、そんだけ外すっていうぐらい外してるのに、小畑が走って楽々アウトになんねん。見えるやん、リードしててキャッチャーめっちゃ変なとこ構えてんだけどって、エンドランなのかな。もしあれが仮にエンドランのサイン出てたら、仮にエンドランだったら絶対走らなきゃいけないんだよ、キャッチャーがどこに構えてても。だから小畑の責任じゃないんだよね。で、仮にあれがバスターエンドランだったとしても絶対走らなきゃいけないから、あれは小畑の責任じゃないんだよね。で、仮にあれがディスボールの盗塁のサインが出てたら絶対走らなきゃいけないから、小畑の責任じゃないんだよね。で、走れたら走ってもいいよ、だったら走れないじゃんね、あんなとこ構えてたら。これは小畑の責任なんだよね。この4つのうちのどれかの中で小畑の責任になるのは、走れたら走っていいよだけなの。あとは小畑の責任になんないので、考えたらあのキャッチャーの構え方で走るやつ絶対いないと思うんだよ俺は。そうなるとエンドランなのか、ディスボールの盗塁か、もしくはバスターエンドランのサインが絶対出たと思うんだよ。
そう考えると仕方ないなと思うけども、もし行けたら行けよ、グリーンライトだよだったらやば、全然グリーンじゃない、レッドね。でまあ盗塁アウトになって、まあビーズリーはセカンドゴールでアウトになるんだけども、まあ作戦だからね言わないと思うけど、俺はねグリーンライトじゃなかったんちゃうかなって正直思うけどね。でその後もね、まあ両チームともにランナーね、出るけども、まあそこ後続で、続かずっていうところもあるし、まあジャイアンツは5安打ね、ジャイアンツの惜しかったなっていうところあんまりないもんな。まあ唯一言ったら4回の裏ね、2点取られた後2アウトから岸田門脇が連続ヒットで佐々木が三振ね、ここでまあ1本出てたらってところかな。で6回裏2アウトから大城が2ベースで岸田がアウト、まあここら辺はもう仕方ないよね。阪神のピッチャーね、あのビーズリー、石井、桐敷、ゲラがね踏ん張ったっていうところもあるから、それをポン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 打てっていうのもなかなか難しいからね、まあ、これはもうねワンチャンを、確実にものにした、大山のタイムリー、そして阪神の強さであってね、まあ、巨人としてはちょっとなすすべなかったな。ちょっと小畑の盗塁だけはね、多分小畑の責任じゃ俺はないと思う。まあ、結果ね2対0阪神先制、一気にね阪神が首位で折り返す可能性もあるからね、今日の試合も注目です。巨人対阪神2対1で、16日の試合巨人の勝利というところで、巨人先発山崎より7回128球8安打4三振2四球1失点とね、まあ球数は要したけどもね、しっかり粘りのピッチング、その後マルドナード、そして大勢がね、締めて、逃げ切り勝ち。で阪神先発才木8回133球9安打9三振4四球2失点と完投敗戦になったけども、まあ粘りの投球ね。巨人は1回裏先頭丸センター前ヒット、吉川フォアボール、これが痛かったかな。最近はねヘルナンデス三振するけども、ワンアウト1塁から岡本がレフトにタイムリーヒット、そして大城がねレフトにタイムリーツーベースっていうところで一気に2点先制。しかし阪神は2回の表にねワンアウトから大山前側の連続ヒットでワンアウト1塁、梅野三振するけども、ツーアウト1塁から小畑がねレフトにタイムリーヒットを打って1点返してね、いやどういう展開になっていくのかなと思ったら、もう得点はねこの2対1のまま終わっていくんだけども、まあ阪神としてはね3回表先頭近本ライト前ヒット、中野ショートライナー、野口ファーストフライ、そして佐藤フォアボールでツーアウト1塁から大山がねボテボテのキャッチャーゴロで、5回でもねツーアウトからだけど野口佐藤が連続でね、野口ヒット、そして佐藤フォアボールで出るけどもツーアウト1塁から、大山の打席セカンドランナー野口がピッチャーの牽制でタッチアウト、大バットなんでやねんっていうね。しかもねファーストコーチャー入ったとかやってたのかな、セカンドランナー野口ファーストコーチャー見てたのかな、全く反応してなかったからね。まあもちろんね、あの吉川の入りとかもね良かったけども、若干吉川の入りもね早かったような気がするから、あれで全く誰も反応できひんってね、ちょっと疑問正直。サードファーストコーチャーもねだからこうやっててね、こうやったりとかね、こうやっててこうやったりとかね、した時にショートとセカンドが入るよっていう合図があるんだよね、チームによって。それ見とけば入るの分かるけどね、見てなかったのかな。でもこの牽制は巨人にとってもでかいし阪神にとってもでかいよね。で、6回7回ヒット1本ずつ打つもね、6、7、8とヒット1本ずつ打つも、まあ、2アウトからだからね、なかなか得点に結びつけられず、で9回にはね大勢が3者連続三振でね、しっかりね抑える。あの大勢ちょっとエゴかったね、打てる気しなかったね、というところで、まあ、2対1でね、巨人の逃げ切り勝ち。まあ、巨人としてはね、3回裏、ワンアウトから大城、岸田、岡田がね、連続ヒットでワンアウト満塁。ここで門脇三振、山崎より三振ということで、この門脇でもう1点ね、追加点取れてれば、もうちょっと楽な展開できたけども、ここで連続三振取るところがね、最近の素晴らしいピッチングのところかなっていうね。まあ、巨人は前日ね、ビーズリーにね、やられてるっていうところだったけども、まあね、表裏みたいなね試合展開でしたけども、巨人としてはねこの粘りの勝利は大きかったんじゃないでしょうか。巨人対阪神17日の試合4対3で巨人の勝ちということで、このカード2勝1敗で巨人の勝ち越しというね。巨人先発井上ね、4回3分の184球3安打5三振3四球3失点で、阪神先発大竹敗戦投手4回3分の267球7安打1三振1四球4失点というね。でこの日阪神はね大きく打撃、打順変更と、1番ライトの内、2番センター上田、3番セカンド渡辺、4番サード佐藤輝で、5番ファースト大山、
で6番レフト豊田、7番キャッチャー坂本、8番ショート小畑、で9番ピッチャー大竹とね、中野近藤を外すと、中野の、近本と中野を外すということで、近本のね、フリング出場も終わって、まあ途中代打で出てたからね、連続試合出場は続きましたけども、まあ俺はでもいいと思うけどね、打線の変更とかね。だってもう点とかうまく噛み合ってないのにずっと同じ打順ってバカの一つ覚えみたいに。っていうよりは、こういったアグレッシブにね、1番野口、2番上田とかね、3番渡辺とかね、そういったところをチャレンジングにね、俺は変えていく。負けたけど、このやり方は俺は非常にいいと思うけどね、結果出なかっただけでね、こういったところはいろいろやっていかないと、泣かぬなら泣かせてみよう、ホトトギスっていうね、ところもあるからね。でも阪神はね、2回表先制というところで、先頭サトルツーベース、で、大山がセンターにタイムリーツーベースを打って、豊田坂本アウトになるけども、ツーアウト2塁から小畑がね、レフトでタイムリーヒットで一気に2点先制、かなりいい流れだったけどもね。でも巨人は3回裏に、ワンアウトからね、井上の内野安打、ここでね、ぷわ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 って詰まりながらもサード後ろ行ってね、で、丸がライト前ヒット。で、ワンアウト2、3塁からきっちりね、吉川が、犠牲フライを打って1点返して、で、4回裏にもね、岡本レフト前、大城ツーベースと、ノーアウト2、3塁チャンスを作って、坂本が犠牲フライ。で、その後、ワンアウト3塁からね、岸田のセカンドゴロ帰ってこれずっていうところもあるけど、ここでもう1点ね、取りたかったよね。で、まあ、同点になって、で、5回の表にね、小畑フォアボール、そして大竹送りバンド、で、野口フォアボール、で、代打近本がね、ライト前ヒットっていうところで、ここでね、2塁ランナー小畑がね、3塁を回ってホームタッチアウトっていうね、ちょっとカクってなって、なんかこの、ハムストリング肉離れしたみたいだけどね、ちょっとスピード遅くなったからね。でもあれもそのまま足に行かないで頭から行ったらセーフだったのにっていうところはあるけども、まあ痛めたことでちょっと頭真っ白になったかなっていうねところはあるけどもね。しかしツーアウト一塁からね、渡辺がセンターへ勝ち越しタイムリーって、ここしっかりね勝てたって、これ完全ここまではね、あのこの5回の1点でこのアウトになったけどもその後点取ったって言って、俺タイガースの流れかなと思ったけども、5回の裏にワンアウトからね、吉川ライトでツーベース、そしてヘルナンデスがこのインコース難しいところをね、インコース攻められながらも肘を畳んでくるりとね、レフトへ同点タイムリーで、ワンアウト1塁から岡本がねセンターオーバーのタイムリーツーベースで逆転4対3ね。で、ここからは6回ね、泉が出てきて先頭大山にレフト前ヒットを打たれるけども、代打前がライトフライで坂本ね、三振ゲッツーで、7回ピッチャーケラーが3人で抑えて、で8回バルドナードね3人で抑えて、で9回大勢ね、ランナーね、ワンアウトから前側にセンター前ヒットで出すけども、坂本をね、543、ダブルプレートね、完璧なリリーフ。やっぱ9回大勢帰ってきたら大きいね、リリーフ陣はね。まあ、阪神としたらね、まあ、5回ね、まあ、勝ち越されちゃったけども、まあ、ちょっとこの試合は力負けだったかなっていうね、まあ、大きくね、打線の変更もしたけどもね、まあ、なかなかね、勝ちに結びつかなかった。でも、俺はこの試みは良かったんじゃないのかなと思います。まあ、結果はね、4対3で巨人の勝利、このカード2勝1敗で巨人の勝ち越しでした。さあ、ということで、オールスターまで残り3試合、ね、金曜日の試合、ヤクルト対 DeNA。まあ、ここは DeNA 落とせないね。でも、ヤクルトもここ踏ん張りどころか、だから、一気にね、DeNA 任して冷たい。今 DeNA が3位ね。ヤクルトは3位まで8ゲーム差。まあ、これ3連勝して5ゲーム差になるからね。まあ、ここもヤクルトは3連勝必死。DeNA はね、最低でも勝ち越しなきゃいけないっていうね。で、中日対巨人。ここも巨人もね、今首位だけどもね、バタバタしてるからね。まあ、まだ1ゲーム差、2位とね。でも中日もここでね、一気に巨人を潰せばね、ぐっと上がっていけるから、まあ、このね、対戦が面白いね。で、阪神、広島のね、まあ、ここの A クラスアルスに直接対決。で、パリーグは西武対ソフトバンク。西武もね、状態上がってきた中で、ソフトバンクはね、この西武に巻き越してるようではいけないっていうところもあるし、ロッテ対日本ハムね、目先の、A クラスね、日本ハムも3位に上がってきて4ゲーム差、一気にここロッテを3立てしてね、1ゲーム差まで縮めたいっていうところもあるし、ロッテはね、この下のチームに負けてられない、なんとかね、ソフトバンク追撃していくぞっていうね、そしてオリックス対楽天ね、楽天は A クラスまで1ゲーム差、オリックスもね、楽天まで 0.5 ゲーム差の3位まで 1.5 ゲーム差だから、ここはね、まあ、3連敗だけはできないよね、どっちもね。でもこのカードね、オールスター前にね、セリーグもパリーグも、非常にね、面白い戦い、ね、面白いカードが組み合わさってるからね。まあ、どういう風にね、戦っていくか、最後のね、3連戦、オールスターまで皆さんね、楽しんでいきましょう。それでは。